度ぐらい、あ、そう、もう、ね、目いっぱい、沸騰した沸騰したやつで、はい、まあ、沸騰したっても90度ぐらいかな、うん、あのポットでね、はい、で、まあ、今焼かしてちょっともう一回入れてきたんですけど、はい、で、まあ、あ、そうか、ちょっと入れるか、で、水分を大体取って、まあ、ちょっとあったかいぐらい、そんであとは今の流動食、これなんですよ、ライフケアってやつなんですよね、はい、この粉をちょっとここに入れて、じゃあこの粉出しますから、はい、あ、粉入れてあります、あ、もう入れたら、はい、もう粉入ってるみたいですね、まあ、やって入れて、はい、全部来て、すいません、もう粉入ってたみたいです、ごめんなさい、はい、でもまたちょっと私お湯足して温めたんで、はい、やっぱちょっと温かいぐらいにしといた方が、たださ、さっき流動食やったばっかだから、はい、そんなにはやりません、ね、とにかく何かするときは体重が前後の体重を測った方がいいから、そうそう、どんだけ食べたか分かる、パクパクされたか分かる、これ今が多分24、どうだろう、25ですね、まだそうそう、さすがにそうはなかなかいいんじゃないかな、で、これをですね、で、詰めて、口からね、ひなじゃないから、口を開けてくれないから、こうやってやって、あ、わかります、はい、この根元からこうやって押します、これだとさ、誤嚥する心配、まあ心配ないことないんだけど、はい、こういう感じ、わかりました、で、今で3回やりましたね、うん、4回、まあ、5回ぐらいかな、で、これがその方が空っぽだったらさ、10回とか、20回、10口、20口で、やるとここに溜まります。ただ今はね、流動食が入ってるから、うん、まあ、じゃあ触ってもらっていいんですけど、あんま、そう、なんかブヨブヨしてるでしょ。まあ、さっきの流動食が入ってますんで、はい、そんなにやれないんですけど、でも、よくわからない。わからないですよね。はい、うん、でもこれがね、あの、流動食が2、3時間するとなくなるはずなんで、そしたらもう空っぽになっちゃうから、そしたら、うん、2、3時間経ったらこれ作って、ちょっと、まあ、もう先にこれですね。先に。うん、手から食べさせるようにして、うん、その方が自然だから、でも多分そんな仮に食べたとしてもそのに溜まるほどは食べてないから、これやってください、はい、そんでまた明日見せてください、はい、わかりました、で、明日来るときは薬持ってきてくださいね、はい、ちょっと冷やしてね、はい、すいません、はい、ごめんね、無理やり落として、で、まあ今は5口しかやってないからだけど、まあ、体重は変わらないと、はい、そんで、すいません、ちょっと足に入れてくれる？ライフケアあるかな？ライフケアを手術してほしい。で、これ開封したら日にち書いて、開封したら1ヶ月です、はい、1ヶ月、はい、だから日にち書いて、で、パッと止めて冷蔵庫、冷蔵庫、はい、冷蔵庫に保存してください。わかりました。では、これだけ出します。はい、青玉さんというね、そう、ね、つながって、長いで出てる、あ、そこだ、手の部屋って言うんですよ、これなんか知らないけど、つながって手の部屋で僕っつって、そんな感じで、はい、ちょっと早くなりました、ちょっと今また無理なことしたからもう10分入れておきますからね、はい、それで入れて帰ってもらいます、はい、わかりました、はい、じゃあちょっと待ち合いでお待ちください、一応終わったけど病院なんかこんな気がしたね、あ、本日はもう小分けで少し散歩で出しようか、今ちょっとこれ在庫がなくなっちゃうんで、はいはい、ごめんなさい、小分けでちょっと散歩で出します、はい、わかりました、これ何グラム入ってるんだっけ、90、じゃあ10グラム出しよう、あ、9グラムか、これの金額はいくらですか、ちょっと山田に来て、あ、じゃあこれはもらってもらってしまう、何これ、あ、
8グラムまで増えて。まず9グラムにして、9グラムでどれぐらいかな。9グラムで大丈夫そうだったら9グラムでいいんだけど。はい、これちょっと。あれ、ミケちゃんのさ、尿検は出てる？出てます。よいしょ。